はい、今回のテーマは NEC 軽井沢セブンツーゴルフトーナメント最終日の結果について語っていきたいと思います。2位タイに6名が連なるという大接戦という展開になりました。早速最終結果について語っていきたいと思います。 NEC 軽井沢セブンツーゴルフトーナメント優勝に輝いたのは通算13アンダーで岩井千怜選手となります。岩井千怜選手初優勝おめでとうございます。3番ホールでバーディー、カップの端からギリギリのカップインだったので少し危なげでしたが入ってよかったというパットでした。4番ホールではロングパットを決めてのバーディー、3番ホール4番ホールと2連続でバーディーを取っています。その後10番ホール11番ホールでも連続バーディー、13番ホールもピンそばにつけ 2,3 メートルのパットを決めてのバーディー、18番ホール2打差リードでグリーンにパーオン、パットはカップに弾かれたのもあり3パットとなってしまいましたが、それでも見事な優勝でした。お姉さんの岩井明愛選手も岩井千怜選手に駆け寄って抱き合っていましたね。2人とも目には涙を浮かべていました。今回2位タイが6名もいて、各選手が追い上げる中でプレッシャーを感じつつプレーをしていたと思うので、途中ちょっと緊張してるのかなという感じの惜しいパットやちょっとしたミスもあったりして、2位に交代した場面もあったのですが、それでもこのプレッシャーの中で楽しむという気持ちを忘れず、最後は2打差で最終ホールを迎え、本当に素晴らしいプレーを見せてくれました。個人的にも岩井千怜選手の初優勝を応援していたので本当に良かったなと思います。岩井千怜選手は飛距離が大きな武器となりますが、プレーに対する姿勢も本当に素晴らしいですね。どんな時でも笑顔でプレーをして見ている方も気持ちが良くなります。そしてその笑顔にやられてしまい、ついついどんな時でも応援したくなってしまいます。本人も優勝の瞬間はすごく嬉しかったとコメントをしており、満面の笑顔を見せてくれましたね。これからの活躍が非常に楽しみですね。それでは最終結果について気になる選手をピックアップして語っていきたいと思います。まず優勝は岩井千怜選手となります。そして2位タイに岡山恵里選手、植竹希美選手、スコアを6つ伸ばし最終日に追い上げてきました。順位も大きく上げています。同じく2位タイに勝美奈美選手、スコアを5つ伸ばすなどの高スコアを出しています。同じく2位タイに吉田優里選手、堀琴音選手、吉本光選手、優勝争いをしていたのですがちょっと追いつけずという感じになってしまいましたね。そして8位に菅沼菜々選手、64の8アンダーという素晴らしいプレーを見せてくれました。28人抜きで一気に8位まで順位を上げてきました。そして9位タイに浜崎未来選手、後藤美優選手、最終日にスコアを5つ伸ばして順位を大きく上げてきています。そして16位タイにアマチュアの吉田凛選手、吉田優里選手の妹さんになりますがベストアマを獲得しています。最終日にスコアを5つ伸ばすなど素晴らしいプレーをしていましたね。そして16位タイに原恵里香選手、今回予選を無事に突破しています。2日目はスコアを崩してしまいましたが、最終日は3つ伸ばして順位も上げてきています。4番ホールはピンの根元を刺すアイアンショットの切れはすごかったです。そして22位タイに石井理央選手、初日に単独トップで期待をしていたのですけども、2日目と最終日とスコアを思うように伸ばせませんでしたね。ただポテンシャルは非常に高いと思うので、また次回の活躍に期待したいです。同じく22位タイに尾関亜美優選手、スコアを5つ伸ばしています。順位も26人抜きとなっています。そして31位タイに工藤優美選手、伊智妃選手、蛭田美奈美選手、スコアを3つ伸ばして順位を大きく上げています。そして41位タイに不動優里選手、最終日にアンダーパーと健闘をしています。そして53位タイに天本遥香選手、5番ホールでクワドラプルボギーということでプラス4があったりでスコアを崩してしまっていますね。同じく53位タイに岩井明愛選手、今回優勝した岩井千怜選手とは相反してスコアを4つ落とし順位が大きく後退してしまいました。そして最終日のベストスコアについてですが、
64の8アンダーという成績でした。菅沼菜々選手がこのスコアを出しています。素晴らしいプレーですね。一気にトップ10圏内に入ってきました。そして最終日にイーグルを獲得した選手をまとめてみました。16番ホールパー5で内田琴子選手、吉葉瑠美選手がこのイーグルを出しています。内田琴子選手は2オンで1メートルほどにつけてイーグルを決めています。イーグルのプレーは何度見ても気持ちが良いものですね。そして事前情報の動画で個人的に注目していた選手の結果について語ってみたいと思います。安田祐香選手と安田美優選手は残念ながら予選落ち、堀琴音選手と勝みなみ選手は2位タイ、岩井千怜選手は見事に優勝、岩井明愛選手は53位タイ、原恵梨香選手は16位タイ、尾関亜美優選手は22位タイ。個人的に注目していた選手、みんな大健闘していました。こちらの注目している選手は優勝予想をしているわけではないのですが、特に岩井千怜選手は優勝できたということで、個人的にも本当に嬉しい結果となっています。はい、今回は NEC 軽井沢セブンツーゴルフトーナメント最終日の結果について語ってみました。岩井千怜選手の涙の初優勝、とても良かったですね。また次の試合でも各選手を応援していきましょう。ということで今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。